サバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズ、毎週木曜夜9時、の第6話が9日、動画配信サービス、レミの、レミの、にて独占配信された。トレーナーでありダンサーのゆめきがテーマ曲振り付けの裏話を明かした。写真、練習生が涙、日プ女子コンセプトバトルの裏側、日プ女子、ゆめきがテーマ曲の振り付け日は明かす今回は、ダンス、ボーカル、 ラップボーカルの3つのポジションに分かれチームを編成し、バトルを行うポジション評価の模様を放送。ケップ1 e r ケプラーの WA だだを披露するチームに指導を行う際、練習生からの振りが思い浮かばないという相談に対して夢木は構成について徹底的にアドバイス。アイディア勝負って感じじゃない。考えるというよりかは意外とそういうポイントの振り付けとか、 遊んでいて、良いじゃん、みたいな、と自身が振り付けを考える際に意識していることを明かした。また、テーマ曲、リーフィ、明日へ、目いっぱい、の振り付けを行ったゆめきは、俺もリーフィ。とか作った時も、振り付け、2個作って1個目のバージョンは本気で作った振り付けで2個目のバージョンは友達と話しながら、100人で踊ったら面白そうじゃない。って作ったやつ、だけど2個目が採用された。 と裏話を告白。このエピソードに視聴者からは、リーフィの裏話を聞けると思わなかった。一個目の振り付けも気になる、今日も夢希先生がかっこいい、と反響が寄せられている。プロデュース101ジャパンザガールズとは本番組は、エンタテインメント界で過去最大級の番組制作規模となる日本初国民プロデューサー、視聴者が決めるサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパン の第3弾2019年に誕生したョ o 1 JO1、2021年の INI、INI に続き、今回はシリーズ初のガールズグループが誕生する。今回は、リーフィー君の夢は、時を超えて、お合い言葉に、101人の練習生たち、5人自体、が、世界に羽ばたくガールズグループとして生まれ変わるためのトレーニングとテストを経て成長。 激しい競争の中、困難に挑み、挫折を乗り越えながら、国民プロデューサーによる投票で生き残ったメンバー11人だけがデビューの夢をつかむ。最終回は12月16日に TBS 系列で放送後、レミノでも配信される。モデルプレス編集部、情報、レミノ。